はいいいジラガレージですすつもたくさんのごご視聴本当にありがとうございます、えー、今回ちょっとね、えー、あ新しい挑戦というか、えー、試みをしてみたいと思って今カメラ回しているんですけど、えー、ノー編集一発撮り、えー、ノーカットノー編集の一発撮りっていうことで、えー、このまま10分間しゃべり倒して、えー、編集なしで動画をぶち上げてみたいと思います。はい まあいろいろねちょっと話があっちったりこちっちたりするかもしれんけど、えー、最後までご視聴のほどよろしくお願いしてますえーまあ、何話すかというとあの、えー、先日のライブ、えー、カボス TV さんのライブたくさんのご参加ありがとうございましたえー、マックス840人ぐらいおったんかなあのちょっとまたねまあ僕がいつもあのチャットの担当で、えー、コメントを読んで、まあ、先輩に伝えたりとか、えー、質問に答えたりとかする係 になってるんやけどなかなかねあそこまでの人数になるとあの本当にねまあいつものことやけどあのコメントがが読めてないいい方がたくさんいらっしゃいますあのー、昨日の夜まあ昨日あのライブのアーカイブを、まあ、見直してあのチャットとかも全部見てみたんやけどちょっとやっぱ拾えてないねあのー、コメントがね拾えてない方がたくさんいらっしゃる。 もう全員をね、拾うのは、あの、不可能なんですよね。あの、実際問題に、あの、全員のコメントを読むっていうのは、もう、ただ単に朗読になってしまうんで、あの、ライブ、そのものがね、あの、おかしくなっちゃうんで、まあ、飲んだり食ったり、まあ、先輩と喋ったり、コメントに対して、えー、掘り下げて何か会話を広げたりとかしていると、そのコメントの前後の方っていうのがどうしても、こう、 読め,読めないというかね、拾えない状態に陥ってしまうんですよね。なんで、まあ、うん、あのー、ライブ参加される方、チャットをね、あのー、どんどん送ってくれる方、まあ、その辺はね、あのー、工夫というか、あのー、会話の、うん、なんちゅうかな、とぎ合間に入れるとか、まあ、僕がこう、まあ、モニター、パソコンずっともうみ見てるじゃないですか。 まあそれは多分画面越しでもわかると思うんやけどあの見てる時もずっとチャットってかコメントを読んでるあの目はねコメント読んでるんやけど頭は先輩の話を聞いてたりとかうーんなんかねなかなか意識がね集中できないコメントに対して集中できないんですよ。やっぱりもしあのフレームの外で僕がいればもうずっとコメントをずらずらずら,ずら読めるんやけど やっぱり画面の中にいて、あの、演者として出てる以上はね、あの、やっぱカメラ目線になったりとかもしないといけないやろうし、うーん、そのリアクションとかもね、あの、撮ってるんで、こう、全部が全部のコメントをずら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 、こう、過剰書きで読んでいくっていうことがちょっと不可能なんで、うん、まあ、その辺は、あの、常連さん、常連さんにちょっとお願いがあります。あの、やっぱり初めての方とか、うん、なんか質問とか、 そういったことがあった場合に、常連さんがちょっとフォローしてくれたらありがたいなっていうところがあります。あの中にはね、えー、ドグリアローさんとか、えー、イマくんとか、あもうゴリゴリの常連さんね、が、あのー、僕の代わりに答えて、質問に答えてくれたりとかしてるのをも見てる、見てるんで、ああいうのはすごい助かるんですよ。なんで、まあ今も名前出したけど、<laughs> ドグリアローとか、あのー、今マイチ君、 あのチャットでもしあの答えられる質問が僕がねあのスルーしておってなんか視聴者さんが質問とかねあのそういうのがあった場合にあの君たちが <laughs> チャットで <laughs> 対応してくれたらすごい助かるんやけど <laughs> まあその辺はねあの、まあ、他の人ももちろん。あの すごい古い常連の方とかは、もう要は僕も、僕のことや先輩のことをいろいろ知っとるわけじゃないですか。まあ、年とかね、何歳なんやとか、あの、どこ、どこにおるとかね。あの、そういった、あの、情、まあ、情報やわね。言うていい情報な。言うたいかんやつは言う,言うたいかんよ。<laughs> あの、そういうのを、もし、まあ、質問があったとして、僕がそれをスルーした場合ね、あの、もうどんどんチャットで対応してくれていい、いい、ね。 それちょっとよろしくお願いします。あと、あの、はめましての方とか、なるべくこう取り上げていきたいんよね。あのー、ま、常連さんは常連さんでね、あのー、ちゃんとこう、会話したりとか、遊んだり。え、基本、ライブのコメントって遊びやと思うんですよ。コミュニティーっていうかね、あのー、コミュニケーション、視聴者さんとコミュニケーションの場合やと思ってるんで、あんまりこう、硬くならずにね、硬い、あのー、なんちゅうかな、 また個別な動画で質問するとか、うん、まあメッセージとかねそういったことであの聞いていただいた方がよりあの確実に答えられると思うしあの掘り下げていけると思うんでまああのライブ中のチャットはなるべくそのライブ内の,あの空気というかねあのその場のシーンとかに見合ったあの チャットをしていただくとでも、ね、全くこう流れの流れとは違ったこう質問とかが来るとそこにこうね話を振らないといけないんで、えー、話があちっちたりこっち行ったりするとねまたあの頭,頭の回転が追いつかなくなったりとかするんで、まあ、その辺はあのライブずっとねあの末永くお付き合いしていくためにはあの工夫していただけるとありがたいなと。 いうことをお伝えします。しております。<laughs> はい。あの、皆さん、どうぞよろしくお願いします。あの、楽しみたいんでね、僕と先輩がね、ずっともう、終始2時間、あの、笑って過ごせるライブであれば、皆さんも面白いんじゃないかなと思って、えー、おります。はい。えーとね、あとは、えー、あれ、何やったかな。あ、そうそう、あのー、 年末のえー、っと年越しライブか。これがね、ちょっと昨日ずっと考えよったらあのあれなんですよこのタイムラグ問題があるんですよ。皆さんちょっと感じてないかもわからんけど僕らのこのライブ中これこれ録画やから関係ないけどライブ中の時ねこう喋りとかが何秒か 遅れてあのそちら側に届くんですよモニターっていうかね見てる視聴者さん側にね。なんでこうカウントダウンした場合に多分ね秒秒か2秒ずれるんですよ時間が実際には同じ時間を過ごしてるんやけど映像がそちら側に届くのが1秒秒後後とか2秒後なんですね、まあ、生,生中継でもよく海外の,なあの、ね、生中継って結構時間がずれてるじゃないですか声が遅れてきたりとかするんで。 それがあるんよね。だけど、あのー、実際に俺が、まあ、まあ僕と先輩がな、あのー、えー、っと、今年の12月31日の夜の11時59分50秒ぐらいから、まあ19、8ってカウントダウンしていくじゃないですか。その19、8がそっち側とはちょっとずれてるんですよ。多分、こっちが早い。あ、遅い。え、どっちか。えー、っとね。 遅くなるんよ。ゼロって言ったときに、まだそっち側は2秒前とか1秒前になるんで、そこをね、ちょっと調整したいんですよ。やっぱ同時にね、同時にゼロって言いたいんで、それは僕のこの今見てる視聴者さん、えー、っと、僕のチャンネルの登録者さんに、あのー、ちょっと今、今からそうお願いするんやけど、 僕がクジラガレージのチャンネルでカウントダウンするんで、うーんとね、いつかね、ちょっと今週中ぐらいにテストをっていうかあの、プレ、プレカウントダウンっていうか <laughs>、あの、横演習をちょっとしようかなと思うんよね。えー、まあ、午後8時ぐらい、午後8時を0として、基準としてね、えー、10分ぐらい前からライブして、時計見て、あの、カウントダウンしますんで、 どれくなんでまあちょっとあの10分か20分ぐらいの,あのライブになると思うんやけどあ先輩とこであのやるんであの時計をねえー、正確にちょっとまあその辺どうするかちょっとかあ先輩と相談するんやけどあのー、秒読みの時計をまあ準備して何秒ずらせばそっちとあのカウントダウンが ドンピシャになるのかっていうのをちょっと調整したいんですよね。そのライブで。なんで、その時ちょっと皆さん、あの、協力していただこうかなと思って、えー、今、この動画を、緊急、一発通りで上げております。大丈夫かな伝わったかなもう10分、そろそろ10分やね。あ、OK。<laughs> 一応10分、10分の動画にしたかったんで、すいません。あの、一応これがあるんで。はい。ということで、うーんーとね、いつしようかな。まあ、また、あの、告知するんで、 ちょっとだけね、あの10分かにあ、まあ、20, 20、30分ぐらいのち短いあのプチライブになると思うけど、あの予行演習しますんであの、ちょっと参加してくださいあの。別に何も食べたりとか飲んだりとかも多分せんと思うんで、あのー、カウントダウンの練習するっていうのを、えー、ちょっと手伝ってください,、はい。そんな感じです。皆さんと一緒にこう、ね、盛り上げていきたいんで、何秒かずれ,たずれるとね、ちょっと気もじゃりなっていう感じがずっと思ってたんで。 それをちょっとやりたいと思いますので、えー、よろしくお願いします。はい。えー、クジラガレージ、一発撮り、初めての一発撮り <laughs>、ノー編集、ノーカットでお届けいたしました。はい。えー、ちょっと何言おうか分からんかったかも分からんけど、えー、よろしくお願いいたします。はい。以上です。ご視聴ありがとうございました。